さて、あなたは特別に選ばせてあげましょう。逃亡か死か。ありがとう。うるさいクソジジイを始末してもらえてとっても助かったわ。そのお礼に。今すぐ殺してあげる。降臨せよ。
浅輪よ。やあ、頭の悪い子ね。今ここに降臨せよ。今ここに降臨せよ。フルカウンター。頭の悪い子ね。フルカウンター。クルーエルソン。勝者はすでに決まっています。暗探の前。せっかくチャンスを与えてやったというのに。いちいち発言が傲慢。永遠に黙りなさい。ああ、ごちそうさま。違う、そんなレベルじゃない。これはこれほどの力を出せ。サンシャイン、偉大なる我が魔力。うわマジかよ、あの化け物二人をたった一人で。バン、お前にはいろいろと要件がある。だがもう正午が近い。話の続きは夜になってからだ。それまでここで待て。これは命令だ。言われずともクタクタだっつうの。おい、苦しくねえかエレイン。
私今すごく幸せな気分。こうしてバンの腕の中に抱かれてまるで夢みたい。だからもしまた死んでも怖くないの。つまんねえこと言うな。バンの言う通りだぜ。なんとかなるって魔人の女が言ってたろ。死者の未練を増幅させて生き返らせたとかなんとか。俺への怒りが消えたところでどうせバンへの未練はタラタラなんだろ。つまりその大丈夫じゃねえのか。チェリコ大好き。紹介すんぜ。七つの大罪、傲慢の罪、ライオンシン、エスカノーレ。改めましてよろしく。日が昇ると大男になって、日が沈むとご覧の通り、最強から最弱に変わるぶっ飛んだ野郎だ。このおっさんが、さっきの大男？七つの大罪、ライオンシン？生まれてきてすみます。で、会って早々要件ってのはなんだ？マーリンのことか？はい。ええ、団長たちは今どこに？悪いな。リオネスで別れたきりだ。あの魔人どものことを考えると、おそらく団長たちも動いてるかもしれねえな。要件はそれでしまいか？それが、こうしてめでたく七つの大罪に復帰できるのは嬉しいんですが。実は、あさってまでにとある場所にお酒を納品する約束でして。バンさん、手伝ってもらえませんかね？めんどくせえな。なもほっとけ。これは酒場のマスターとしての最後の仕事。約束は必ず守らなくてはなりません。真面目か。オスロ。兄さん。フレイ。